コンセプトはとにかく美味しい。お待たせいたしました。何名様です。こちらのお席どうぞ。こちらです。お願いします。店舗名の経緯は、地域の、皆様に、昼夜問わず来ていただけるお店作りとして、地域の名前の三好富士久保の三好から取ってみおちゃん食堂という名前にしました。コンセプトは、とにかく美味しい、ボリューム満点でお客様に喜んで帰ってもらうというのがコンセプトです。毎日新しい新鮮なお米が、精米したてのお米が炊けるので、ご飯には自信を持って、はい。夜はどっちかっていうと食堂の方が多いです。駐車場が広いんで、車で来る方とかファミリー、お父さんがお酒を飲みながら焼き鳥を食べて、でお母さんとか子供が定食を頼んでご飯を食べる。ハンバーグ定食でございます。正直な営業ですかね。まあ忙しくて提供が遅くなる時とかもあると思うんですけども、それはまあどうしても起きることなんで、まあ、正直に営業していって、お客さんにはもう謝るところは謝ったりとか、早く出せるところは早く出したりとか、お客さんに嘘をつかないところですから。